皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball 2020について紹介していきたいと思います。はい、ということで今回やることなんですけど、 eFootball 2022の不安な点をね、挙げていこうかなって思います。まあ不安な点は挙げるんですけど、まあ不安は煽りたいというわけではなくて、まあ今こんなところが気になってますよっていう部分をね、浮き彫りにしてコナミさんに見てもらえると嬉しいなっていうところです。まあ自分が挙げた以外もね、いろんな考えあると思うので、その辺はコメントどしどしお願いします。はい、ということで、まあ、8月中にね、続報が出るらしいので、まあ、そこでうまく緩和してほしいんですけど、まあ、その辺にも期待して、今回はね、不安な点を挙げていこうかなって思います。で、まずアプリの不安についてなんですけど、2時間32分ぐらい悩んだんですけど、まずはやはり無効試合問題が解消されないことにはですよね。まあ、サッカーゲーム、試合が正常にできてこそだと思うので、まあ、とりあえずまずはそこなのかなって思います。まあウィーニングイレブンからeFootballに変わるというタイミングでもありますし、まあそこはしっかり解消されるとは思うんですけど、まずはそこなのかなってアプリは思います。はい、で7月の発表、まあ、PS4 の内容が中心でしたし、まあ、アプリは今後のね発表次第でどうなっていくかっていうところですかね。まあ7月の発表で引き継ぎ問題とかマッチング制限とか、まあ、クロスプレーなどについてもね、不安は少し解消された部分はあったので、まあ引き継ぎは完全確定ではないものの、もう引き継ぎの話すると長くなりそうなんで、今回は引き継ぎについてはまあ一旦置いとくことにします。ちょっと動画の内容 PS4 寄りにはなるんですけど、まあ興味あるという方はぜひご覧ください。ということでやっていきましょう。 eFootball 2022の不安な点その1、まずはですね、カーソルチェンジとムービング廃止ですかね。この2つに関しては攻守の基礎的操作だと思うので、なんか無理やり武器取り上げられた感あるんですけど、まあアプリにこの機能追加してほしいなとは思っていたんですけど、まあコントローラー対応にもなりますし、まあどうなのかなとは思ってましたけど、まあベータテスト版見ている限りなんかなくなりそうかなっていうところ、まあこのカーソルチェンジの廃止によって、まあカーソルを勝手に変えられる仕様があるとかなり困る部分かなとは思います。まあ今まではカーソル勝手に変えられても、なんとか R スティック倒したりとかで修正できた部分もあったので、まあこれができない以上カーソル固定は絶対にしてほしいですね。ただ難しいところがあって、例えばセットプレーでカーソル当ててる選手と、まあボールが実際に飛んできた選手、まあそのようなタイミングでプレイヤーがカーソル変えてクリアできるかっていうのはちょっと怪しいので、このカーソル勝手に変わる問題は、なんかうまく処理はしてほしいところなんですけどね。はい、まあそしてムービング廃止についてなんですけど、まあこれはよりプレイスタイルが大事になりそうですね。まあ自分で任意にね動かせない分、プレイスタイルとか、まあ監督の戦術なんかが重点置かれそうかなって思います。なかなか動かないプレイスタイル、まあナンバー10とかチャンスメーカーとか、その辺はちょっと苦しくさらになるんじゃないかなとは思います。まあ四角プレスに関しては個人的にはなくてもいいかなとは思っているので、そこまで不安ではないんですけど、まあ、四角プレス結構頼ってたよっていう方はちょっと不安なのかもしれないですね。 eFootball 2020の不安な点その2、その2は無料になることによって他要素での課金が必要になってくるんじゃないかなっていう不安が、ね、あるかなというところで、まあ、ただよりも安いものはないと言われるように、ソフト代が無料になることで、まあ、他のところでお金をかける必要があるのかなという、まあ、不安が出てきますね。まずはマッチパスには有料が存在するということで、まあ、前回、前々回、いつかの動画でも紹介しましたけど、まあ、ここで多少の課金は発生しますし、あとはダウンロードコンテンツによって、まあ、モード追加したい方はマネーが必須になります。そして、まあ、ソフトは無料なんですけど、アプリのプレイヤーパックのように、まあ、アイコニック、プラスコインだったりのパックなんかを作って販売されると、やっぱ買いますよね。まあ、プラスガチャシステムは残るので、まあ、必要最低限の課金はね、どうしても出てくるのかなとは思います。ソフトはタダになるんですけど、他の部分でマネーを使わせてくるんではなと考えると夜も眠れませんね。まあ、せめて一つだけ、まあ、過去作で育成にね、つぎ込んできた課金分を、まあ、デバイスの垣根を超えるクロスプレイ対応にして、まあ、回線環境なんかも平等にするのであれば、まあ、アプリ同様育成もね、簡単にできるような環境作りはしてほしいなとは思います。まあもちろん他のイベント系だったりとか、まあガチャとかもね、なんか比較的統一をねしてくれると嬉しいところですね。 eFootball 2022の不安な点その3、その3は購入特典がないんじゃないかなと思ってます。まあ購入、つまりお金を出してソフトを買うことはないので、購入特典というものはない可能性がありますね。
まあ、その代わりといってはなんですけど、まあ、予約特典とか、まあ、早期プレイ特典、まあ、引き継ぎ特典、まあ、そういうようなものが何かしらあるとは思うんですけど、まあ、初の試みすぎてちょっと読めない部分があるのでちょっと不安かなって思ってます。まあ、この辺はさすがに8月の発表でね、何かしらあると思うんで、まあ、そこではわかるはずなので、まあ、そんな思い悩む必要はないところではあるのでさらっと終わるんですけど、まあ、個人的にはこの購入特典がない部分はどんな特典を用意しているのかなとは考えたりしますね。 eFootball2022 の不安4つ目最後なんですけど、リリース日はいつなのかっていう、まあ、不安というよりはこれに関してはちょっと気になってるかなっていう部分なんですけど、前作の2021ではリリース日の2ヶ月前に発売日が判明してたんですよね。9月確か中旬頃に発売だったんですけど、7月中に出てました。で、2022の場合はこの7月にまあそのような情報がなかったということで、もしかすると10月以降のリリースなのかもしれないですね。で、7月に発表された今後の予定として、アーリーオータム、まあ初週に体験版クラスのものが来ると予想されるんですけど、まあ本格的にマイクラブに変わるモード、まあチームビルドモードなんですけど、これがまあオータム、秋とされていて、もしかすると本格的に2022が始まるのが10月以降になるんじゃないかなって予想されます。で、 FIFA 22なんですけど、10月1日に発売が決まっている中で、まあ、それより遅い本格始動だとなんか FIFA の方に流れていくような気もするので、まあ、それよりも早く出してくるとは思っていたんですけど、なんか今のところ、まあ、10月始動になんかなりそうな予感がするんですよね。まあ、その辺のリリース日だったりとかも分かるとユーザー側もメリットですし、まあ、もちろん8月にはね、情報何かしら来るとは思うんですけど、ここもちょっと早くね、気になるところなんで教えてほしいなとは思うんですけどね。まあ、情報自体が8月末にね多分出てくるとは思うんですけど、この発売日に関してはもうちょっと早く、なんか8月上旬中旬とか、まあ、その辺で出してくれてもいいんじゃないかな。発売日だけでもね、そこで出してくれると嬉しいんですけどね。はい、ということで、今回 eFootball2022 の不安の点を挙げてみました。いかがだったでしょうか。まあ、他にもね、まあ、いろいろあると思いますし、まあ、アプリの方はあまりね、触れることできなかったので、まあ、その辺なんか意見があるよという方はぜひコメントにね、バンバンどんどんずんずん書いてください。はい、で、最後にちょっと話したいことがあって、まあ、7月末にコナミさんにね、お問い合わせをした際なんですけど、まあ、8月に続報が出るので今出てる情報以上のね、内容は伝えられないみたいなことを言われたんですけど、これってつまり8月の続報を見て疑問点があれば答えてくれるんじゃないかなと個人的にはね解釈したんで、まあ、また何かね8月の情報を見てわからないことがあれば問い合わせていこうかなとは思います。はい、まあ、その辺はね、8月末に出るであろう最新情報の動画をね、出す予定なので、まあ、皆さんが思った疑問なんかは書いてください。はい、ということで、まあ、eFootball2022 については予定ではもう一本来週にね、動画上げようかなって思ってます。こちらのチャンネルではウィーニングレブン2021から eFootball2022 までありとあらゆる情報をまとめて紹介してます。新情報、最新情報はぜひこのチャンネルで。普段はアイコニックの予想だったりとか、まあ、能力系のね比較なんかもやってるので、興味あるという方はそちらもご覧ください。チャンネル登録までの方は、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。